家庭科の時間だよということで、皆さんこんにちは、料理家の木島隆太です。さあ今日はですね、ひき肉の練り方紹介したいと思います。ハンバーグ作る時も餃子を作る時も、とにかくひき肉を丸める料理ってさ、とにかく肉をまず練るじゃないですか。上手で美味しくなる肉の練り方、今日紹介したいと思います。で、ね、大事なことがいくつかあって、肉だけを練って肉から粘りを出す作業、続いてつなぎをしっかり混ぜる作業、この2段階に分かれるっていうことを、まずお伝えしたい。そしてもう一個大事なこと、肉って手の温度が加わるとだれちゃって扱いにくくなるし、さらに肉汁が流れやすくなっちゃうんです。なのでなるべく肉に熱を与えない練り方っていうのが大事なんだけど、どうするかっていうとですね、皆さん自分の手をまず出してください。で、手のひら側と手の甲側、こう触ってもらうと手の甲の方がこっち側の方が冷たいっていうのが分かると思うんです。なのでひき肉に熱を与えないためには、この手の甲側をうまく使って練るっていうのが大事。伝わりました？言葉で伝えるより見てもらった方が早いので、やってみましょう。 YouTube チャンネル木島ご飯では、祖母から3代続くプロの料理研究家木島隆太が、ごく普通の食材でちょっと新しくて間違いなく美味しいレシピを紹介します。じゃあ今日のサンプルはですね、こちらでございます。鶏のひき肉でやっていきます。豚でも合いびきでもほぼほぼ今日のやり方と同じで大丈夫です。で、つなぎには今日はつくね用のつなぎにしたいので、片栗粉、パン粉、卵白、こんな感じのつなぎを今日は使っていきます。もちろんハンバーグだったら全卵で、パン粉で、牛乳でとかいろいろあると思うんだけど、別にそれもね、つなぎの内容が変わるだけでやり方は変わらないので大丈夫。じゃあいくよ。はい、まずボウルを用意してください。で、このひき肉はなるべく直前まで冷蔵庫入れといて、で、ボウルにひき肉を入れます。はい、入りました。で、皆さん大体の方、まず最初ここでこういう風に揉むと思います。揉むとね、ひき肉がバラバラに割となりやすくなっちゃうのよ。こういう風にほぐれていっちゃうじゃん、揉んだら。なのでここでまず木島流げんこつを使う。げんこつでこういう風に叩いていきます。お餅つきみたいなもんで、もともとつぶつぶだったものをまずは一体化して粘りを出したいんですよ。なのでお餅つきみたいな感じで、まずはこう練っていく。拳で練る。ほら、拳は手の甲側だから温度低いんです。こんな感じでグーでどん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 とか叩いていく。そしたらこれもお餅つきでね、原理はひっくり返してまたさらにこうする。肉自体に粘りが出ると、後から入ってくるつなぎをしっかりね、受け止めてくれる。しかし肉汁が中にとどまってくれるんです。なのでまずはここでしっかりね、一体化するまで練りましょう。練るっていうか叩きましょう。さあ、もうこの簡単に持てるぐらい粘ってますよ。わかるかな、この粘ってる感。ビヨーンとね、バラバラになんないでしょ。これぐらいまでまず粘りを出します。続いて第2段階のつなぎを混ぜる作業いきます。もうつなぎは何でもいいんですが、今日はじゃあパン粉入れるとふわっとするよね、柔らかくなる。で、片栗粉入れると今度は弾力が出てプリッとする。なのでふわっぷりです、これは。で、卵白、ちょっと膨らむっていう感じかな、ふっくら膨らむような作用があります。はい、こんな感じで入った。そしたらここだけはこう揉んでください。揉まないと混ざらない。まずは揉んで混ぜる。はい、これぐらい揉んで、なんとなく肉の中に入りました。そしたらこっから混ぜます。混ぜるとき手をこんな感じで、自分の手が泡立て器のイメージでこう混ぜる。指先だけで混ぜるような感じ。指先も温度が低いから肉に余計な温度が伝わらない。指を泡立て器のようにして混ぜていく。はい、見てどうでしょうか。綺麗にまとまってます。あとはこれを好みの加熱で焼いたり煮たり揚げたりしていくという感じです。なのでもうハンバーグやるとき、餃子やるとき、肉団子作るとき、つくね作るとき、何でもねこの技使えるので、ぜひやってみてください。はぁ、混ぜ疲れた。はい、というわけで、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。こんな、料理の基礎を知りたいとかもあったら、ぜひぜひコメントで教えてください。というわけでまた会いましょう。さよなら、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 さよなら。